どうもこんにちは、こんばんは、みなのれいです。今日、2月16日の日曜日、あ、消えちゃった2月16日の日曜日15時46分という形になってます。今、今日現時点での、本交際中の彼女との、ね、状況っていうのをね、皆さんに伝えようかなというふうに考えています。で、前回の、ロンリーバレンタイン動画で、本当にね、もう自分のこのチャンネルっていうのは数少ないね、再生数も少ないっていう状況にもかかわらず、まだね、皆さん多くのコメントをねいただきまして、本当に自分自身がね一番びっくりします。こんなに気にかけてねいただいてるっていうのはね、もう本当にお世辞でも皮肉でも何でもなく、純粋に注目されてるっていうのはね、不思議でもあるし、本当にありがたいっていうね気持ちでいっぱいなんですよ。で、こんなどうでもねいいね中年の独身男の話じゃないですか。それなのに本当に親身になって、一生懸命考えてコメントしてくれてる方ね、中にはなんていうのかな、もう最近少なくなったけど、誹謗中傷的な、ね、方もいましたけれども、それも含めて、注目してくれてるという、ね、部分と、気にかけてくれてるっていうのは本当に、ありがたいなと言って配信者冥利に、尽きる形になってます。本当ありがとうございました。で、心配されてる、ね、方が多いと思いますんで、今じゃあどういう状況なのかというところで、まだねちょっとちらっと前回の動画でも言いましたけれども、彼女に何かメール返信とか連絡したのかと言ったら今知ってません。正直 できない感じです。今自分の気持ちの中でね中で、できない状況にあるんで、アドバイスもねいただきまして、で本当だから約束してなかったっけってへーみたいな形で、ライトのね、メールで返信すべきなのかなっていう、それもやろうとしたんですけど送信までいかなかったというところで、ちょっと自分の今の気持ち、ね、心の状態っていうのを落ち着けたいなっていうところもあって、で、あと一つね間違えていただきたくないのは、彼女に全部責任があるとか人のせいにするとかそういうのは一切ないんですよ。一切なくて、一番の原因っていうのは結局その気持ちにね、最高に好きだという気持ちに、相手の気持ちを高められなかった、自分のね責任っていうのがありまして、で、そこそこうまくいってたんですよ。連絡取らない、なりに、本当にお互い連絡取らないん で向こうのペースに合わせたらそうなっちゃったっていうところで、それでも当日ちゃんと会えたり、やってたもので、だから普通のね、一般の方からするとなんでそんな連絡取らないの、取らないのおかしいじゃないっていう状況にはなるんですけども、取らなくても会えてる状況になってたっていうのが、一番のね、原因というかおごりという部分もあったんだけど、当然会えるでしょうみたいな、ね、ところもお互いにあったと思うんでね、だからそれはそれで、そういう状況ですよというところと、あとはそのね同居の話が出て、そこからちょっと相手のね彼女の方の気持ちが失速してる部分があるのかなというふうに、今思ってます。まだ本人から聞いたわけじゃないんで、確証はないですけれども、なんとなくそれかなというところで、そこから、結局そういうほら2月14日のイベントなんだろうけど、そのプレゼントとかの問題じゃなくて、その日にまだ付き合い始めたばっかりなのに、なんで過ごさないのっていうところが皆さんコメントでもいただいてたんで、自分も多少思うところありますよね。あんまりそれだから一緒に過ごそうとは言うわけではないんですが、たまたま付き合って間もなくなんでね、間もない、そして結婚これからしようという盛り上がるべきところで、相手の気持ちを盛り上がらせられなかったというところで、自分は非常にちょっとね引け目を感じて、いるというところで、あとはね彼女がその今買ったこの家から買いようっ
でも今の職場だったら変わらないとか、他にも通えるところはいっぱいあるみたいなことを言ってくれたんですよ。だからそれを聞いた時に、まあこれは反省すべき点で、まあ甘えっていうか相手にね、相手の気持ちに甘えた部分で、あ、それで OK なのかなみたいなところがあったんで、だからこの人は同居もできるのかなっていうところで、また強くこう前に出るわけですよね。強くっていうか気持ちがね、気持ちがこの人じゃあ進めていこうかなと自分は思ったんですけども、そしてその後だよね、その後に別に平日休みに昔絡んでた友達、女性の友達と会ったらしいんですよ。でまあ食事して話してたら、その方が3年前に結婚して、そこから今じゃあ現状うまくいってんのかって話を聞いたら、もう全然逆で、男の 家に一緒に入って、まあ同棲はしてたらしいんだけど、で実家に住むことになってお母さんがいて、それで嫁とすると、要は確執というかね、いろんなあったみたいで、でもう家出たいと、で離婚もしたい、だけど離婚できない、貯金がないので、どっか行けないので今のそこに住んでるということを言ってたんで、なんかその話を聞いたら同居が怖くなっちゃったっていうことは言ったの、怖くなっちゃったっていうことを言ってたんで、多分それがだからサインなんだろうね、やっぱり怖いは嫌だよっていうところのサインだったんだろうけど、いやでもね、それはね、その旦那が要は嫁さんとね、この仕事との間で味方に入んないからね、いけないんじゃないのみたいなこと言ったんですよ。普通だったらね、もうね、小住都的なもううるさいのはもう年寄りの定番っていう部分があるんで、いや、ね、せっかく嫁に来てくれた、ね、女性を男は守んなきゃいけないんじゃないのって、これは本当の自分の本心からなんで、やっぱりね来てくれたっていう、ね、ところがあるんで、ね、そういうマイナス要因があるにもかかわらず、そこへ来てくれた相手に対して、ね、敬意と、ね、そういうなんていうかな、敬いの心っていうのが、絶対出なきゃおかしいんで、まあそれ言ったんですが、まあなんか怖いみたいな話で、まあその話は終わったんですね。だそれもちょっと気になったんですね。はね、なんか、あ、そういう話、まあ遠回しにちょっとやーよーみたいなところがあったのかなっていうところで、だから責めらんないんですよ、彼女に対して。一方的に責めることもね、別にしない、なんかする内容でもないし、結果的にはだから何が原因かって言ったら、自分がそこまで、その今本交際中だけど、もっと強く結婚を意識させて、前に前に行かせてね、行かせられてないというところもあって、まあもうでももうこれ以上もう、ね、今の段階ではやり方が浮かばないんで、もうどう接するか、も なんかねもっとすべきなのかっていう、うん、ただ今度は自分自身で今度無理がね発生してしまうんで、まあ一気にこの気持ちがプツンと切れて、もうお互いに正面向かない状態になるかなというところもあり、だから本当に小さな歪みですけども、今ちょっともしかしたら大きな展開につながる結果になるのかなというね、やり方次第ではね、だからちょっと二の足を踏んでるというか、今いい案が浮かばないというね、自分の中 でもちろん皆さん なんだよそこうしてせえよああせえよって、多分旗から見てればそういうふうに思うんですけど、この当事者になってみないとやっぱりわからない部分、なんだろう、まあ嫌だからパッと切るっていうね、一番簡単なやり方です。だけどもやっぱりそこはなんだろう、皆さんと違ってやっぱりこう積み重ねてきた、今ね会ってきた実績というか、もう情みたいな部分もねあったりはするんで、だから一概に相手を責めたりとか、スパッと分かれますっていうね、それができないのが今現状というところで、やっぱり相手の言い分も聞いてませんからね、一方的に今自分が動画でこれをまあこんな状況ですっていうことを言ってるんで、で相手は実際気にしてないかもしれないし、無頓着な人なのかもしれないしね、恋愛に対してね、どうもね不器用さはね間違いなく不器用であるっていうのはねもう分かってるんで、まあそれも分かった上で自分は付き合ってますからね、コミュニケーション、その恋人とのコミュニケーションを取る手段っていうのが苦手な方なんだよというのを分かった上で付き合ってるんで、
まあ今なんとなくこうどう進むべきかっていうのを考えあぐねいている状況にあるということです。それではまた進展がありましたら報告いたしますのでよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。